はい、皆さんこんにちは、えー、レック社会保険労務士講座専任講師の工藤久敏です、えー、今日は皆さんに2016年向けに新たに、えー、レックの方から発売をしました、えー、実力完成講座オーパスシリーズについて、えー、これからご説明をしていきたいというふうに思います、えー、まず先般 平成27年度第47回本試験の合格発表があったところなんですけれどもまあこれは受験された方まあこれから勉強を始めようという方それからまあ私どものように業界この受験予備校のね業界のものにとっても本当に衝撃的な数字ということで合格率2.6%とまあそれまで平成25年度に合格率5.3%というようなことが あったんですけど26年度には、まあ、その揺り戻しみたいな形です少し緩められたっていうようなことがあって、まあ、5%台なんていうのは一時的なものなのかなというふうに思っていたんですけれども2.6まで下げてきたと、まあ、これについては社会保険労務士法の第8次改正等の、えー、兼ね合いがありまして、まあ、法廷等にねいよいよ社労士も顔を出すような時代になってきたと、まあ、そういった中やはり試験の内容についても ある程度見直しをかけていきそしてやっぱりしかるべき人じゃなければ法廷等にはね行くことができないようなそういうような適正的適正なんかを見るようなね雰囲気になってきたのかなというふうに思っているところです。ですから今後の傾向ということで、まあ、今まででいけば合格率はおおむね7%ですという時代は終わったような気がいたしております。ただし あの言えることは何なのかっていうと試験問題そのものが急激に難しくなって例えば、えー、法学部を出身の人じゃないとこの法理論はわからないとか、えー、そういう問題でしゅか凝り固まっているのかということは そんななこことはないととはいいうことですねむしろ、えーまあ、私は、ね、こういう社会保険労務士という仕事というのはもともとプラス思考の人じゃないと多分向いていない人もです、ね、マイナス思考の人が、ね、お客さんからなんか相談を受けていやそんなの無理じゃないですかとか,なんかこういう、ねえー、思考だったら多分合わない社労士の一番の、えー、特徴というのはプラス思考 多分できないだろうでもどうやったらできるだろうかこうすればできるんじゃないか、まあ、これを提案するのが社労士ですから、まあ、私自身も今回の試験結果を受けてプラス思考で考えているところなんですけれどもじゃあそのプラス思考っていうところでいけばどういうところをプラス自分の武器にしようと思っているのかと言いますとまあ何といっても今まで社労士試験っていうのは詰め込み型暗記型とよく言われてたんですよね。 でまあ、それで過去問とか5年分なら5年分ぐらいバーッとやって試験勉強一生懸命やっていけばあの合格率7%ぐらいの、ねえー、時代とか10%超えた時もありましたけれども合格できるというようなことで、まあ、皆さんも理屈はこっち置いといて語呂合わせ作ったりとかして必死に頭に数字とか覚え込むというようなことが行われてきていたとえ。ところが やはり先ほど言ったように法廷等にまあ社労士が顔を出すというようなね補佐人というような形になってくるとやはりそこに問題が提起されていると裁判所にじゃあその問題を提起しているというのはもう法律上これ絶対だめですよとかいうことであれば別に裁判所に訴えることはないと思うんですねやはりそこには解釈理論ですねこの立場に立てばこうなるじゃないかというようなことで争われる。そういった時にやはり理論整然と こういう法律があるんだけどこれは何のために作られてこれはこう解釈すべきであるというこの辺りがしっかりとやはり受験生の段階から理解できそしてその知識をね実務においても使えるというような人を適正合格者にしようというような部分があるんじゃないかというふうに思っているんです。ととなるとプラス思考でいけば もう無理やり、ね、語呂合わせなんか作って押し込むということより一個一個のことについてなるほどだからこういう、えー、条文が作られているんだと法律が作られたんだとこういう制度が作られたんだということでその制度の趣旨とか意味合いっていうのを押さえていけば細かな数字というよりむしろあとは まあ年金科目等でいけば要件等を覚えていくとかねいうようなことで意外とも重箱の墨じゃなくてそもそも論のところにシフトしてきているとじゃあそもそも論だったら意味さえ理解してしまえばそんなに押し込むというようなことではないですからねあのそういった意味ではこれ強みになるんじゃないのかなというふうに思っているところです。ただ あのその先ほど言いましたように急に試験問題が難しくなったんではないということはねこれはまさにその強みにしておいていただきたいというふうに思っているんですけれどもあのその証拠にね今年の27年本試験におきまして全くの初学の方が一発合格を決められたんですねでその方これは本当にね2.6%だったらもう私無理とか思っている人いるかもしれません初学でやっぱり無理だろうとそんなことないですちゃんとあの 一定のルールーに従ってて、ね、勉強された方は合格者で出ておりますじゃあその一体そのルールっていうのは何なのかっていうと得意科目があってそれはもうね悪いことではないんですけどややもすると得意科目があるとどうしてもそっちがね興味がもうありますからそちらばっかり勉強しちゃって得意科目があの知識がね 成長していくにしたがって不得意科目等の乖りがどんどんひどくなっていく不得意科目がどんどんねあのかえって前よりも点数が伸びないというようなことが起こってしまうこれをやらないというルールなんですバランス感覚ですどの法律も抜きんでて点数はね、えー、ずば抜けていいんだということよりほぼまんべんなく6割以上点数取れる知識これを作っていくことが重要かというふうに思います。 はは別に満点とといいうことではないんでなんすね今回2.6%ということで合格率は低かったわけですがじゃあ合格ラインの点数はということになりますと選択式は全部40点満点のうち40あ21点あればいいと、えー、卓越につきましては70点満点で45点あればいいということですから何といってもあの点数だけでいけば6割ちょっと。 3割は別にね間違ってても平気でですすよよというようなことなこんですねだから決してその得意科目あって邪魔にはならないけど得意科目を作ろう作ろうとして不得意科目作っちゃうとこれはアウトということになってしまうだからそこを意識しながら勉強するっていうことが重要かと思います。さてそこであのこの実力完成講座についてこれからねご説明をしていこうかと思うんですが皆さんのお手元の方にこちらの社会保険労務士 講座総合案内ということでねいろんな講座をレックでは用意しておりますまあどれを選ぼうかと迷う方も多いと思うんですけれどもやはりいろんなステージの方がおられますからレックとしてもあのいろんなステージの人にねあわせ チョイスできるような形で講座を設けているだから今数が多くなってきているんですけれども今回私の方では新たに発売することになった実力完成講座についてこれからねお話をしていこうと思います実はあの実力完成講座につきましてはあの今からそうですね五六年前ぐらいでしょうかねぐらいまでは あの一般の基幹講座であるところの小学者の人から、ね、幅広くご利用いただいているあの合格講座というのがありましてその合格講座と同じ教材を使ってコマ数をちょっとその分減らしましてあの再受験生向けにあの本当に要点だとか、ね、ポイントというところを、えー、要点を絞り込んだ形で講義をするという形で実力完成講座というのは存在をしたんですね。 ところが、えー、だんだんと試験傾向がか難しくなってきたというようなこと、えー、それから再受験の人たちについても、えー、中にはもう3回目だ4回目だという人なんかが増えてきたと。まあ、そんな中ね、あのー、何かこう コンパクトにしただけの講座ということでいけばどうしてもインプット中心ということになって実践力が今一つ身につかないということから大幅に見直そうよということで作られたのが平成27年度まで実施をしておりました新実力完成講座と言われるものなんですこちらは今までのインプット中心から大きく変化をしまして先ほど言ったように弱点克服というところに 着目をしましまて例えば労働基準法だったら労働条件の、まあ、法律の一助、ね、労働条件の原則というところからだんだんあの前から順番にね講義を進めていくという形式では全くなく受験生にとってこの辺りが難しいところだろうここ苦手だろうというところをチョイスをしてまず簡単に講義をしこんなところは注意をしたいよねということをやりそして、とにかくも過去問それからこんな問題対応 予想されるとということでどちらかというとアウトプットに集中した形で、えー、新実力完成講座というのは設計をしていたところなんですね。 でまあ、平成25年なんかは5.3%ということで合格率がぐっと落ちたということで、まあ、そういった意味では注目度も高かったんですけど翌年26年になると今度は逆に合格率が緩くなったということでねどちらかというとアウトプット思考というよりインプット思考の方に傾向が変わっていったという部分もありましたけれども、まあ、新実力構成講座ではアウトプット中心ということで実施をしてきましておかげさまでそちらの方もあの通信を中心にね受けて おられる方で合格者の方も無事、排出をできたということでね私もちょっと胸をなで下ろしているところなんですけれどもさて、今回のこの新しくできた新実力あの実力完成講座のこのオーパスシリーズとは一体何なのかということなんですけれども常にやはり試験傾向等が変わっていくわけですから。 我々もこの教材作りっていうのはねもう10年前から同じことをずっとやってますっていうねのれんを守ってますというような講座はレックであまりやりたくないやはり常に新たなものをね提供していきたいということで大幅に見直しをしたのがこの実力完成講座ですそして実力完成講座のこのオーパスシリーズについては最初にあのその利用方法というところから申し上げておきますとこの講座を1から10まで受けていただく これに越したことはないかもしれないんだけれども最初からいわゆる一般的な言い方をするとバババラララ買買いいいですすねバラ売りりここういったところをイメージしておりますつまり全部で20個のオーパスシリーズ20個の内容のものがあるんですけれどもこれらのうち自分がね先ほど言った弱点克服なんですね。 そこに当てていただくということで一個一個もリーズナブルな価格ということで提供をさせていただいているところなんですね。ですから皆さんは全体として自分に合った インプット講座等を基幹講座として持ちながら初学の人だったら合格講座を、ね、受講しながらどうしてもね私こうあの、全部ほとんどの講座を、ね、担当した経験がありますから分かるんですけど一般的な講座ではあの例えば労働基準法は全部で6回ですねとかその中で一定の進行というのがどうしても制約がかかってくる。 わけですね、まあ、そこで講義をやっていくと例えば労働基準法の中でも労働協約と労使協定なんていうのは非常にこう理解しづらいというような部分があるわけ。ただそこをね 時間を割いいいいてずっとやるというわけにもいかないんですね試験的には今までの傾向でいくと労働協約と労使協定の違いっていうのはちょっと一言だけね規範性があるのかどうかという程度を問われるぐ,ぐらいでしたからあんまり時間を割くということまでは、えー、しなくても試験対策ということではいいんですけどこれが実務対応とかましてや先ほど言ったように社労士も法解釈の時代になってくると何か。 届出用紙を書いてね、役所に持っていくというそういう仕事からだんだんシフトしてきてるんですねそうなってくるとやはりここはしっかりと理解をしておいていただかないと今後のいろいろな裁判の判例等から問題が出た時に対応が非常に難しくなってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですねですからこのオーパスシリーズではまさに まあテキストにしてね一般的な講座だったら10冊以上は通常あるんじゃないかと思うんですけれどもその中でねまあ例えばここも大事ここも大事というのはいっぱいあるんだけどでもそれはね一般的な機関講座で必ずフォローされているはずなんですでも普通のフォローではなかなか追いつかない部分ここを厳選20個ままで絞ってきました。もう1つの着目点は何なのかというと今まで講座といえばウェブ等で勉強するといった場合机の上にテキストを置いてテキストを見ながら こう画面と見比べっこしながら「あ先生ここマーカー入れたなじゃあこっちもマーカーと」と行ったり来たりとかねしながらやっていたで多くの方々は仕事をされていると思うんですけど勉強時間はといった場合に家にに帰っててま、ね、まとととめて3時間とか勉強でできるる環境にある人ははそう多くはないと思い思すで実際合格されている人も中にはそういう人もいらっしゃいますけれども大半の方は家ではあんまりまともに勉強できないからということで 通通学時間あの通勤時間間勤ですね、えー、これを利用した本当に細切れ時間ですね、えー、片道1時間そしてまあ帰り1時間の2時間この辺りでいかに集中してやるかっていうことで勉強したんだっていう方は非常に多数派です。でその場合にじゃあどうやって勉強してるんですかっていうと電車の中にテキスト持ち込んだりとか問題集を持ってこうやっているんだっていう人が非常に多い。 わけけなんですけれども今電車に乗って皆さん、パッと車両の中を見渡すと光景どうなっているでしょうか昔だったらね僕もやった口ですけどね。えー、こう 新聞とかをこう4つ折りぐらいにしてねこ満員電車でこうやって見ていたりとかしたんですけど、えー、もしくはまあ雑誌とか読まれる方は雑誌をこうやって広げてたと思うんですけど今もうそういう光景がほとんどなくなってきてみんなスマートフォンを持って、えー、もう皆さんね雑誌を見ている人もいれば漫画を見ている人もいればゲームをやっている人もいれば中には我々が行っている機関講座をね見ている人もいると思うんですところがここに私は弱点を見つけたんですね。 やはり勉強をする場所というのはあのそういうい通勤時間とかが一番適しているんじゃないかと思うんですけれどもスマホ見ながらテキストと行ったり来たりは多分できないでしょうと。できたらあの映画のコンテンツを、ね、スマホで見るようにずっとスマホでテキスト部分重要部分そして音声ですね講師の解説の声これが聞けるそしてそれも1時間の範囲内で収まっているものだったらこれは非常に使い勝手があるんじゃないのかなということで。 前編ね、まあ、アニメーションという形で一つ一つを作り上げたという形なんですね。 まああの非常に前置き長くしておりますけど新たにね作った講座なんでちょっとそのあたりからお話をしていこうということでね話してるんですけれどもそうするとこのオーパスシリーズのオーパスって何なんですかとよく質問を受けるんですけれどもオーパスっていうのはまあ私ずっと楽器をやっている関係もあるんですけれどもえ例えばクラシックの作品なんかでねベートーベンの第交響曲第5番とかなんかへね行った場合。 その横に必ずね、OP. ドット、例えば四十何番だとかね、こう書いてあるんです。OP. ドット、これ何か言ったら、オーパス六十七とか、そういう略なんです。じゃあオーパスって何ですかって言うと、まさにそういうね、えー、音楽業界における作品ナンバーということなんですよ。だからベートーベンが作ったね、これはオーパス六十七って言ったら六十七番目の作品ですよとか、そういう意味なんですね。まあそこで、まあ私も今までいろんな講座で、えー 労働基準法だとか年金だとか講義をしてきましたけどまさにここが受験生なんかは一番理解できてないところだよねとか今回法改正されて高額療養費なんかはちょっともう普通の期間講座の流れの中では時間を取ってできないよねっていうところあるわけですね。そこここつの作作品とととしててアニメーションでで、り上げていこうというう コンテンツ、それからまあ原作、アニメーション、ナレーション、全部私一人でというような形でね作ったのがこのオーパスシリーズ。まさに作品という形で考えております。でこのパンフレットにありますように、今回第1回バージョンということでね、初めて今回皆さんに提供させていただくことになったんですけれども、全部で20作品ということですね、オーパス20まで存在します。えー、特に年金法からいくつとかこだわることなく、もう ここが難しいというところとかね、えー、この辺りはしっかりやっておいてもらわないと試験対策として、えー、いあの対,対応できないよねということを取り上げました、えー、例えばオーパスシリーズの一番最初に取り上げたのが、えー、労働基準法や雇用保険法にも出てくるんですけれども、まあ、その他労働契約法なんかにも関係してくるんですがこれで納得労働協約と労使協定の違いなんていう、ね、テーマ等を挙げてきているんですね。 で労働安全衛生法なんかだったら、まあ、一般的には安全衛生管理体制で得点しようなんていう人多いと思うんですけれどもむしろ私は次の試験傾向を読んでこの作品を並べているところですね。そうすると まあメンタルヘルスが12月1日からあのストレスチェックが、ねえー、義務化されるというようなこともありますから来年の試験ではやはり健康診断で得点かなというふうふに思っているんですね。で健康診断といっても一般健康診断の中にこんな種類がありますね、まあ、こんなのはもう過去の時代でありまして社労士に求められるのはじゃあ健康診断終わった後と何をするかということなんですよ労務管理の指導としてどうするのか就業を拒絶するのか、えー、どのようにするのか お医者さんと産業医さんとの、ね、アドバイスを受けながらどのようにして、えーまあ、特に最近は、ね、精神的疾患に、えー、仕事から、ね、発症するという方も多いわけですからそちらをやっぱり求められているんじゃないか時代のニーズに合わせたところで、ね、やっぱり得点出題もされるだろうから得点をしていただきたいということで、ね、安永法は健康診断で得点せよとかいうような形で全部、えー、この作品という形に。えー 20作品を、ね、取り上げたところです、まあ、このタイトルの中でもね「これで納得」とか「楽天だ」とか「読めた」とかいうふうに、えー、ちょっと一つずつ言葉を入れているんですけど、まあ、これがねまさに今回の講座の中内容を一言で言うと「どういうこと?」オーパス1作品ナンバー1番でいけば「あ分かった」と言ってほしいわけなんですねそういうことだったのかとそういうような、ね、思いであのこのキャッチをつけさせていただいたところです。 でまあ、それぞれの内容につきましてはこちらのパンフレット等にもありますのでこれ等ご参照の上ですね、まあ、難易度等も星印でつけておりますのでこれらを見ながら、まあ、皆さんは先ほども言ったようにあくまでも自分の期間講座をベースとしながら足りないところはどこなのかということで、えー、じゃあ私は5番をお願いしますとか6番7番お願いしますという形でチョイスをしていただければというふうに思っています。えー、講座の進行方向 方法なんですけれども、えー、まあ私のちょっと写真の横に書いてますが、一応1コマ90分ということで、えー、講義の方はあの収録をしているところです。全20テーマで講義進行なんですが、先ほど言いましたように行き返るのね、えー、通勤時間でできるだけ使えるようにということで、インプット1時間です。これが全編アニメーションという形で動くようにしております。えー、その後アウトプット15分解説15分ということでおおむね。5問程度なんですが、あのこれ入れてます。 なおこのインプットの1時間の中には代表的な過去問も入れております過去問も入れているところなんですねそしてえその他にあのここでいうアウトプットというのはずばりもし今後本試験で出るとすればこういう形の問題で出てくるんじゃないかということで予想問題をね提供をさせていただいているところですね、まあ、これが今回新しくえー 投入をした新実力完成あごめんなさい、えー、オーパスシリーズということになります それでまあ皆さんのお手元の方のねパンフレットの方には高額療養費なんかがこんな形で進んでいくんだということで紹介のページがあるかと思うんですけれどもやはりアニメーションで講義あるってどういうことっていうことでね思っている人もいると思いますまあそこで百分は一見にしかずということで実際に私が第1回目オーパスワンで行っているアニメーションですねこちらの方を5分にねまあ要するに早送りをしているところなんですけど けれども、えー、集約をしておりますので、まあ、こんな形であの実際は行われるんだということであこれだったら電車の中でね私も実際スマートフォンでやってみましたけれども十分ですいけますあの条文とかでね文字が見にくければ大きくしていただければいいわけでありましてまたあのその他にもねスマートフォンなんかでもタブレット端末で大きい方がありますよねあれなんかだったらもう十分いける感じですのであの、まあ、実際ねどんな感じかっていうのを かなり早送り状態にはなりますけれども簡単に私もね、えー、ナレーションとかを入れながら、えー、見ていきたいというふうに思います、えー、実際はね音声の方があの入っているわけなんですけれども、まあ、今回はね、えー、前編をちょっとこう早送りで送っていこうということで その講義内容につきましてはねちょっと省略をさせていただきましてえどんな形で展開していくかということをねえこれから見ていいいきたいと思いますまずこのようにねタイトルがありましてそれから、今日まずこのテーマで何を勉強するのかというポイントを掲げておりますそしてこのことによって何が解決できるのかということをまず皆さんにね提示をしていきます。ここを理解してほしていと まあ要するに法規範反性と免罰力の、ね、効果の違いを理解せよということですそしてまずはインプットオーパスマンのインプット労働条件に関する効力の優先順位とまず労働協約と労使協定というものを見るとすあの違いを理解するためには実はその根底にあるのは労働条件が根底にあるんだよと。 じゃあ労働条件って何なのということかをねしっかり見ていただくそのためには頭の中に枠組みを作ってもらいたい労働条件働くためのその、えー、ルールですねそれを個々人との間には本来結ぶんだけどその関係については法令や労働協約就業規則そして本人との直接交渉の下で決める労働契約っていうのがまずありますよねと。 全体をまずここで組み立てていただこうというような形ですねでここで今後の講義の中で重要になってくるのが強行規定だとか労働契約使用者ここの労働者っていうのは重要になってくるよというようなことでねまず頭の中に材料をインプットしていただくその上でまだここでも焦らないんですねこの労働条件については効力関係がありましたよねとそうすると労働契約と法令等の力関係どうでしたと。 法律で定めるものより低かったらえその労働契約の内容はね法律まで引き上げられるんだとこういった無効にしそのレベルまで引き上げるのを強硬的効力直立的効力といい規範的、この2つ合わせたのが規範的効力だよとはいここで1つの材料が出てきたわけなんですね規範的効力っていうのをよく覚えておいてねと、まあ、その他、労働契約と就業規則会社の含む規定との力関係はと 就業規則でこのような条件になっているのにそれよりも低い条件を決めちゃうとこの場合その労働契約は無効となるんだよとで無効となった部分は就業規則で定める基準に引き上げるんだとということは先ほどあった規範的効力と同じだよねということをまた改めてねここで確認をしてもらうとこのようにしてねどんどん材料を皆さんに提示をしていきますそしてまあ今回のねテーマの一つになっている労働協約と 労働契約っていうのは、どういう関係にあるかと。同じように。ここでも、どうも規範的効力がある。それが労働協約のようだよね、ということを確認をしていただくと。いう感じですね。そうすると。いよいよ、ここは、ここまでで、材料が出揃ってきたよ、という形なんですね。まあ、ここでは、まあ、参考までにね、あの、労働協約と。労働契約について。まあ、労働契約が。 労働協約よりも有利な場合はどうなるのかなんていうことをねちょっと説明してるんですけれどもねちょっとね諸学の方はこの労働協約が一体何なのかっていうのはねまさにこの講座とかを利用していただいてえ内容を確認していただかないとわからないところも多いかと思うんですけれどもえまず材料についてをこうやって確認をしていくさあそして第二ステージに入っていきますよともう一つのものとしまして えこのあまず労働協約ですね労働協約のまとめということでどのような、えー、性質があるかということでねそもそも根拠の法律が労働基準法じゃなくて労働組合法だよなんていうことをねそしてその機能とかいうものは一体どこにあるのかということをまとめていくとどうしても活字だけだとイメージがわかないので、まあ、ここではねアニメーション図がこう出てくる形ですね労働組合とね。 労働条件決めてるんだと。だから個々人で契約をしている労働契約と労働組合が入ってくる労働契約っていうのは集団的に労働条件決めてるんだっていうことがわかるよねっていうことですね。まあそしてまあその労働契約の効力についても条文を確認をしていくと。 1>, もう1時間バージョンを5分に縮めてますからすごい勢いで動いてますけれどもまあこういうようなね形で進められていくんだというのを今回も全部ノーカットでねそういった意味ではえ紹介をしているところなんですけどねでさらに研究が進んでいくわけね労働協約というのは実は2つの材料で出来上がっているんだとそのうちの規範の的部分というのがどうも今回の労使協定との関係で重要になってくるんだよというような形ですね。 ここれが重要なんだというをを定義をしていくとそして、えー、この規範的効力というのは一体どのようなことを意味するのかということを確認をしていくと、まあ、そのほかにね、まあ、労働協約にはオプションで、えー、財務的部分なんていうのがあるんだよみたいなことも一応確認をしていくわけね。さあここで幕が開いて次のステージへということで、えー、この子でいよいよ労使協定出てきましたね。 もう一つよく皆さんが混乱されるのはこの労使協定ということなんだとこれは根拠法労働基準法だけじゃないんだよいっぱい法律があるんだよということそしてそもそも労使協定とは何なのかということをね見てそしてその法的性質を見ていくとここでもねずっと使いながらこのような意味合いがあるんだと。 まあ結局、労使協定っていうのは労働基準監督署長に対してね、効力を持つようなもんなんだと現場では、そういったことを確認をねしていくような形ね。ただ、ここで就業規則との関係とかはどうなのということなんかもね、アニメーションを通しながら確認をしていくというようなこともね、しておりますま。通常はこの辺りのテーマにつきましては、おおむねそうですね、10分、15分程度で一般の講義は 進んでいくところなんですけれども実際はやっぱりこの内容っていうのをしっかりと理解をしておいていただかないとワ、えー、ンンラク上の問題が出たとききに、ね、対応ででないんですね、まあ、ここでも労使協定を、ね、締結する人はどんな人なのかとかそれから最高裁判所の、ね、判例なんかも紹介をしております。で論点はどこにあるのかということね平成27年の試験においても判例というものはたくさん出題されております。これは労働基準法のみならず 年金法等においてもねいっぱい出題をされていたところですねそしてまあ、このあたりがまさに音楽でいけばサビというところでしょうかね山場です多くの方々が労働契約と労使協定どこがわかんないのかっていうとここに平存協定っていうのがあるんだとつまり労働協約でもあるし労使協定でもあるんだとここをねそれぞれの材料が分かったところで紐解こうというような形ですね ここで労使協定が出てきた。それぞれ、ね、立場、持ち位置というのは違うんだけれどもえこれらがもしも過半数代表の社が労働、過半数代表の労働組合の、ねえー、具体的には執行委員長だったらどうなるんだろうかみたいなことですねこれをアニメーションで確認をするとそうすると両者が重なる部分が出てくるんだとここが、ね、皆さん一番混乱をするポイントなんですねということで、ね、確認をしていくと。 そしてさらに、これら労働協約と労使協定についてさらに突っ込んだインプットまとめですね要は両者との違いここをしっかりとまとめて、えー、頭の中にインプットを、ね、この表等化でしていただくことによってあそうだったのかということで先ほども言いましたけどこれで納得という、ね、領域に、ね、進めていただきたいと思います。えー、その後ですね先ほど言いましたように 過去問はあくまでも過去問なんです。私に言わせると。だから過去問を通じて内容を理解していただくということでね、こちらについては講義の中でこの問題についてはどうですか答えはこうですよねという形でね、問題をね、みんなで見ていくというような形をとっております。で、その中でまあ論点、傾向というのが見えてくるかと思うんですけれども、これらをね、科目によってはその過去出題された問題の量が違いますので、え、ー そのボリュームは違うかと思うんですけれども、えー、こちらのオーパスワンでも結構問題チョイスしてますねもう問いのろくまで来ているようなところですかね。ただしこれはあくまでも過去問ということですからね。そしてその後にさらに「本試験対策問題」という形で、えー、タイトルを打っているんですけれどもやはり今後のね試験傾向を踏まえるとこういったところまでね 見ておかないといけないだろうということで予想問題を一応ここで提案をしているところです。なお予想問題につきましては皆さんお手持ちのそのあのパソコン等からダウンロードしていただければ問題もねあの、えー、アウトプあの印刷することもできるし回答もあの印刷できるというような形になってますからまあ、えー、何回でもそれはダウンロードしていただけばいいだけのことでありましてねあの A4 えー、B5 か B5 ペーパーでね。 問題と答え合わせて、まあ、せいぜい4ページ程度ですので、まあ、出勤前にそれを打ち出ししてポケットに入れておいて電車の中でそれをやるというやり方もあるかと思います。 まあこのように今回オーパスシリーズにつきましては私の狙い主眼とすれば皆さんのこま切れ時間を最大限使っていただこうということから全編アニメーションによる特にテキストはもういりませんもう皆さんのお手持ちのテキストでもし条文とかね確認したかったら確認をして私がアニメーションの中で丸を打っている部分とかをねチェックしていただくっていう形をして皆さんはもう電車の中でスマートフォンでイヤホン あるいはヘッドホンしながらね講義内容を確認をしていただくというような形で勉強をしていただけるという新たなこうスタイルということで、えー、提案をさせていただきました是非、えー、このオーパスシリーズ全20シリーズありますので、えー、こちらの方もね、あのー、私どももいっぺんにこれをね皆さんにチョイスしてもらうということではなく最初のうちはね何が分かっているのか何が分かってないのかが分かりませんからどれチョイスしていいかも分からないと思うところが僕は大体 けあの考えているのはゴールデンウィークあたりぐらいから一通りインプットが終わって自分の苦手科目があの箇所が見えてくると思うんですね、まあ、そういった時にこのオーパスシリーズを思い出してくださいですからこのオーパスシリーズがね皆さんの中で、えー、オーパス セブン見たとかねオーパス4私今回買ったんだけどとかいうような形で受験生の中で噂話が出てくるのはゴールデンウィークぐらいかなと思っているんですけれどもえぜひ勉強の進行に合わせてこういったものをご,ご活用いただければというふうに思っておりますあくまでも自分に足りないものをね強化したいものこれをオーパスナンバーからチョイスをしていただきまして、えー、皆さんの,の 知識のブラッシュアップをね測っていただきたいというふうに思っておりますそれでは今回実力完成講座オーパスシリーズの概要についてのご説明をさせていただきました是非皆さんもね検討の上ご利用いただきたいと思いますありがとうございました